こんにちは、FBO TV です。お久しぶりです。今日は、これちょっと先に見ていただけると幸いです。どうぞ。 です。ユミジ A9 Pro が登場いたします。うわぁと思いました。本当に。今回のユミジ A9 Pro は来年出ると思ってたんです僕の見解だ。ですが、今の時期にユミジ A9 Pro を出してきました。すごいな、思います。 一応、セール価格、セール価格の前に、もう価格はもう出てたんですが、112.99ドル。約2、約日本円に換算すると、うん、12000円ぐらい。12300円ぐらいですからね。まあ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 、まあ。考えてみると、すごい端末じゃないですか実際問題。これは、ほっと、すごいと思いますよ。普通はこれ、このぐらい性能積んでくれば、もうちょっと値段は,は、はねますが、この値段ですよ。 12300円ですよ。おかしいじゃないですか、ユミビさん。感じなんですが、まあ、今回のチームクセリット、ころから、まあ、ユミビ火、A7 の時も、A7S ですかね、A7S か、A7S の時も積んでいます。温度が、体温計、まあ、あと非接触の体温計がついています。まあ、これもビビったんですが、 CPU が考えてみてください。CPU がヘリオ P60。QPOT でと、ラムが 6GB、ロムが12%。と、あともう1個。なんか下に出てるんですが、32MP バージョンが,が、ラムが 6GB、ロムが 64GB ってなっていますが、まあ、値段が多分あまり変わんないんかなと思います。 ですが、やっぱりヘリオ P60 って積んできたのはちょっとビビりましたね。多分インカメラがちょっと低いかなと思います。多分16メガピクセルとか30に積んできたらまあすごいなと思いますが。まあ今回の、やっぱり弓火さんが A シリーズでやっぱりメディアテックのヘリオ P60 積んでくるとは僕思いませんでした。まあですが、今の19回で換算するとヘリオ P60 っていうのは今結構格安にも、 にななってる cpu のでまあまあ来るかなーと思ってたんですけど、あれですが今年来るかな来るかなーと思ってたんですが、来なかったかなって感じです。まあ今回の弓ジ A9 Pro のちょっと皆様にちょっと紹介したくてこれ動画撮っているんですが、まあ今回はまあ弓道さんやりましたなって感じです。やっぱり今回の弓ジ A9 Pro。 やっぱり今のコロナ禍で本当に非接触の体温計が大切ななんですがそれに加えてスマホにも搭載してくるって結構便利じゃないですか僕今結構この A5 プロか1月買ってそのまままあサブ,タンサブサメインサブになってるんですがこの端末今9ヶ月半ぐらい使っているんですが何の不祥もないんでまあヘリオピー60でも当分問題ないんかなと思います まあ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 いいですが、やっぱり指紋センサーもやっぱり弓さんは一瞬触れれば解除できる。結構高性能の指紋センサーがついているんですが、ちょっとスロックに解除、解除はちょっと遅いかなって感じなんですが、実際問題今回見ていますと、やっぱり弓ジ A9 Pro はすごいなって思うところでもあります。やっぱり実際問題今回の弓ジ A9 Pro は本当に 来るんかなって思ってて来ない来ないだろうと思ってたんでほんと来たんですよ僕昨日ちょっと,とパソコンでマイクラしててちょっとスマホ画面見てえっと思って UA 台プロと思ってまあ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 とにまあこのプロモーション見たんですが本当にいいもう本当にいい性能も進んできますですがやっぱり値段の割にはほんと使えるスマホだと思いますですが ですが、ちょっと、点を言わせていただきますと、ヘルヨシリーズは、省電力性が結構非常に低いんで、結構今の持って、もう使っているスマホなんかも、フルで、フル充電さって、5、6時間持てばいい方じゃないんかなって思っています、このスマホは。まあ、配信するというのが、ほんとヘ手すれば、まあ、1時間ぐらいで終わっちゃうかなって感じなので、やっぱりヘルヨシリアーズはちょっと嫌だなって感じの人は、 もうちょっと、も、ま、う出して、やっぱり、シャオミミー、んー、シャオミー、レドミノート 9S とか、まあ、そこで、ね、買った方がいいんじゃないかなと思いますが、本当に安くて、もう、使えればいいって方には、この弓地 A9 Pro をおす,すめいたします。まあ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 、いい、本当に性能で積んできたので、まあ、今後、こういうのがあるから、やっぱり、やっぱり、ゆビびさんが好きなので、やっぱりこういうのをどん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 出して、 あと、ベゼルもちょっと細いかなと思う。UMBJA5、まあ、一緒かなーって感じなんですが、まあ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 って感じです。本当に今回の u m b え a 9 Pro は、本当にいい端末をつ、良いかなと思います。特に体温計もありますし、やっぱりこの広角カメラも一応つくっていうのもあります。まあ、あと、夜景のモードも一応撮れるって書いてあったんで、 まあそここもちょっとと気になるところですか、ね、一応焼けが取れるっていうのもちょっと気になるところなのでまあもっとまあこれが多分何の何で取ったかなって感じなんですがまあまあまあほんと今後本当に期待したいなって思う会社でもありますし今後期待 撃退をしたいスマホでもあります。まあ、このこれを機にご懸とご購入をご,ご検討してみたらいかがでしょうか。では、では、今回はこんなもので。本日,本日もご視聴もごとにありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンを押してくれるとありがたいです。それではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。それではまた次回お会いしましょう。じゃあね。